力を合わせてよいしょ。これは沖に仕掛けた網を2本のロープで引き寄せ魚を捕る地引き網漁。一体どんな魚が取れたかな？タイやアジ、トビウオ、大量です。なんか途中から重くなってびっくりした。おい、トビウオ、トビウオ、ほんとに引く時のなんか振動みたいなこれが来て、まあ、びっくりした。取ったばかりの新鮮な魚を早速料理。子供たちが魚のさばきに挑戦。地引き網という体験を子供たちにしてもらって、そしてそのいただいた魚をみんなで調理する、命をいただく大事さと食のありがたみっていう部分を、子供たちに伝えられればなと思って、やらせていただきました。海のようにこの地元鶴岡の、ね、海があるということで、大きい気持ちですくすくといろんな荒波にも負けずに進んでほしいなと思います。自分たちが腕を振るった特別な味、海の恵みに感謝。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。